本年夏の参議院選挙により選挙権年齢が18歳に引き下げられます。しかし若者の政治離れが今や社会問題となっていますよね。そこで若者と政治の関わり方について、新潟市内の高校生、そして新潟経営大学の学生と意見交換をし、実際の若者の声をレポートしてまいりました。今後若い方たちとの関わり方についてはどのように感じられましたか？先日行った高校生との会も大変実りあるものでしたけど、今日は実際にやっぱり地域おこしだとか町の活性化に関わっている皆さんとお話ができて、また違う一面が見えた気がします。実際に選挙に行ったことある学生さんもいらっしゃって、僕らが何をすべきかっていうのがまた一つ見えてきたような気がします。その投票する、意義も含めてということ、私たちから見たその投票のあり方なんかも、学生さんがいろんなことをやっぱり考えてくれてるんだなっていうのを感じたなとは私個人としては思うんですけど、やっぱり一番考えなきゃならないことをストレートに聞いてくださるんで、答えるのに非常に考えなきゃならない質問もたくさんあったんで、ある意味勉強になりました。頑張って地域のことを思って活動している学生さんは心配ないなっていう。地域の活性化の活動をやっている学生さんが非常に今回多かったんですけど、そのあり方を踏まえて行政や政治としてできることなんかについてもいろんな意見があったり、逆に私たち その発信の仕方についてももっとこういった方がいいんじゃないですかみたいなアドバイスというか厳しい指摘もあったかと思うんですけれども、そのものを踏まえて河原部長は今後の青年部活動をどのようにされていきたいなとか。早速ご要望というかお話がいただきました。自分がこういうことしたいから、じゃあ一緒にやってくれないかっていう話をいただいたので、やはりこういう会を広げていくことでどんどんその今回お話しくださった方からまた輪が広がって、どんどんそれが自民党としても、そして我々若い議員に対してももっとこうイメージが変わることもあると思いますので、ぜひぜひもっとこういった学生との会話とか若い方との対話ともどんどん進めていきたいなと私は思います。今後も青年部と自民党、新潟県の青年部として積極的に大学生や若い方たちとの直接の話し合いといいますか、若い方の意見を聞きながら私たちの考えをまた伝えていければなと思うんですけれども、こういった取り組みは今後どのように展開していくか。また違う大学でもやらせていただきたいですし、また若い方とか学生さんとそういった意見交換会ができるように、青年部としても計画していきたいと思いますので、大学生の皆さん、お邪魔しますので、ぜひお声掛けください。よろしくお願いします。本当にお世話になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。